はい、どうも、こんにちは。スーリ・マルクス経済学の、話をさせていただくということで、立命館大学の松尾でございます。それでどんな話をするかっていうことなんですけれども、一応やっていこうと思ってますのは、とりあえず、私の師匠なんですが、沖塩信夫と言います。まあ、神戸大学にいたんですけれども、1927年に生まれて、2003年ですね、死んでるという、ことなんですが、この沖塩信夫という、人物が、一応そのスーリ・マルクス経済学というものを、まあ、本格的に、まあ、作った、切り開いた人っていう、まあ、そういうふうになっております。この、一応、まあ、マルクス経済学って言ったら、まあ、普通、皆さん、イメージとしてあるのは、あんまり数学とか使わない。まあ、主流派の経済学の、マクロ経済学とかミクロ経済学とかって、バリバリ数学使う、もう理系の学問って感じになってますけれども、マルクス経済学っていうのは、どっちかというと、縦書きで文章が書いてあって、で、あんまりその数学とか使わずにやってるっていう、そういうイメージがあると思いますけれども、そんな中でも、まあ、普通に数学を使って、マルクスに似てることっていうのを、まあ、論証するっていうか、確かめる、どの程度の、どういう条件のもとで成り立つのかっていう、そんな感じのことを確かめたりする。いうようなことを、世界に先駆けて、本格的な先駆者として、始めたというのが、この、沖塩であります。で、私自身はこの沖塩の、晩年の弟子っていう感じになります。で、まあ、今日この沖塩の、業績に関して、まあ、今日からですね、お話をしていきたいと思ってるんですけれども、何よりも一番、有名な、業績というのは、マルクスの基本定理と、言われるものを、証明したということです。まずは、このマルクスの基本定理ということに関してお話をしていきたいと思っています。で、このマルクスの基本定理ですが、まあ、一応1955年に、最初に証明されたということになってるんですが、これも、いろいろ細かいことを言うといろいろありまして、沖塩信夫の、ライバルであって、親友でもあると思うんですけれども、森島道夫という人がいます。ロンドン大学の教授だった人で、沖塩が亡くなってから、数年後にすぐ、また、亡くなっているということなんですけれども、その、森島道夫は、まあ、自分と沖塩の同時発見であるというふうに言ってます。それはですね、このもう少し経ってから1961年かそれぐらいの段階だと思いますが、詳しく覚えてないですが、英語の論文を出していて、で、その英語の論文がほぼ同じような時期に森島と沖塩が証明を出していると。いうことで同時発見ということになってるんですが、一応日本語としてはこっちの方が先になってるということがあります。で、ただこれは2部門で証明して、一般的な N 部門ではないんですが、これに先立って、ちょっと別のことに関して証明をしていることがあって、N 部門で証明していることがあって、で、それが、まあ事実上このマルクスの基本定理と同じことをやっているということも言えます。まあ、その辺のどっちが先かっていうのはあんまり大した問題じゃないので、どうでもいい話なんですが、まあ、ともかくそういうことで、マルクスの基本定理というのはこの辺で、このような時期に、まあ、証明されているということなんですが、この、マルクスの基本定理何を言ってるかというと、資本主義経済における利潤の存在とですね、それから、労働の搾取ですね、労働の搾取が、同値であると。つまり、利潤が存在しているということは、それは労働が搾取されているということであると、いうことを、証明している。それが、マルクスの基本定理であります。で、この話なんですけれども、まあ、マルクス系の人たちの、よく言う言い方をするとですね、利潤の源泉は労働の搾取。利潤の源泉は労働の搾取であると。まあ、そういう、解釈。になるわけですね。で、まあ、この利潤の源泉が労働の搾取であるという解釈が、これができるかどうかということを、をめぐっても、ちょっと、議論があったりしますが、とりあえず今のところはそういうふうに、受け取っていただいて、結構です。で、これがまあ、マルクスの基本定理とかっていう言い方を、してますが、この基本定理という、この、名前ですが、この名前は、沖塩が付けた名前ではありません。
大木島信夫というのはこういうあのキャッチーなネーミングをするとかそういうセンスはゼロの人間でありまして、このマルクスの基本定理という名前を付けたのは先ほど申した森島道夫であります。で、その森島先生がそういうあのマルクスの基本定理という名前を付けることによって世界的にまあ広まったというか、あの有名になったというところがあります。で、そういうマルクスの基本定理とかっていうぐらいですので、もともとこれっていうのは、マルクスが、まあ、考えた、資本論で、言いたかったことの、まあ、一つの、コアの一つということですね。まあ、これもマルクス経済学の、先生方には、いろんな、意見があって、そうじゃないとかっていう、おっしゃる方もいるかもしれませんけども、まあ、一般的にはマルクスが資本論で言いたかったことの、コアのこと。それが、利潤の源泉は労働の搾取なんだということを、きっちり、証明することだと。いうふうに、まあ、一般的にも言われているし、私もそう思っているということです。で、じゃあ、そのマルクスが資本論で、そういうふうに、取り組んで、言ってることを、なんでわざわざ、この大木島がですね、この時点で証明しなければならなかったか、いうことなんですけれども、資本論というのは、労働価値説ですね。労働価値説に基づいて作っていて、書いていてですね。それで労働価値説って何ですかっていうのもいろんな、解釈の仕方があるんですが、マルクスの資本論の、論証の仕方っていうのは、最初に、まあ、資本論の第一巻、まず、投下労働価値通りの価格というものを、前提いたします。これを、投下労働価値に比例した価格というものを前提するわけですね。で、その、投下労働価値というのは、商品一体作るのに、どれぐらいの労働が必要であるかと。その商品を直接作るために必要な労働もかかりますが、その商品を作るための生産手段、原材料とか燃料とかいろいろありますが、その生産手段を作るために必要な労働も、それに加えるということですね。そういう、直接間接に必要な労働です。その、労働、投下労働価値に、価格というものは、比例するんですよと。投下労働価値通りの価格というものを、前提をすると。で、この前提のもとで、これを論証しているわけですね。論証の仕方に関しては省略しますけれども、まあ、どんなマルケイの入門書を読んでいただいても必ず書いてある、話であります。その論証をしているわけです。で、この論証をした後、そのもとで、ずっと話が展開していくんですが、ずっと話が展開していって、その後は最終的に第3巻になるんですが、第3巻において、実は、この前提というものが、外されます。で、外されるというのはどういう形で外されるかというと、資本主義経済における長期的な、均衡というか再生産ですね。それどう成り立っているかというと、そういう状態においてはですね、部門間で利潤率の格差があるということになると、利潤率の低い部門は商売を畳んで出ていく人が出てきてですね、で利潤率の高い部門にはそこで商売しようということで入ってくる資本家がたくさんいるということになって、利潤率の低い部門は供給が減って価格が上がりますと。で、利潤率の高い部門はだんだん業者が増えていって供給が増えて価格が下がります。そうすると、利潤率が低かった部門は、ライバルがいなくなってですね、供給が減って価格が上がるもんだから利潤率が高くなると。で、利潤率が高かった部門は、いっぱい参入が増えていって、それで供給が増えて価格が下がっていきます。結局長い目で見ると利潤率は同じになりますよという利潤率の均等化法則というのがあるんだという話なんですね。で、いうことなんで、長い目で見ると、すべての部門において、同じような均等な利潤率になるように、価格というのは決まりますっていう。まあ、そういう話がここには書いてあるわけです。で、そうすると、この均等利潤率が成り立つ価格っていうのが、まあ、生産価格というふうに、まあ、名付けられているんですが、この生産価格というのは、実は、投下労働価値に比例しないということ。比例しない。ということで、資本主義経済における、長期的な均衡価格である生産価格というのは、投下労働価値に比例しないことになってしまう。で、そうすると、この、
もともと10日労働価値に比例する価格を前提として論証したこの、利潤の源泉というのは労働の搾取であると、いうことが、この、生産価格のもとにおいてこの前提が外されたこの前提とは違う生産価格のもとにおいて果たして成り立つかどうかというそういう問題が出てくるわけです。で、それでしかしマルクスはですねそれは成り立ちますよと大丈夫なんですよというふうに言ってた。その大丈夫なんですよという根拠が何だったかというといわゆるそれが総計一二命題というものなんですね。これはどんな話かというと、生産価格で、測った総価格、世の中の商品全体ですね、総生産物全体の、総価格ですけれども、そいつが、10日労働価値で測った世の中全体の生産物の、総価値ですけどね、それと等しくなると。まあ、価格というものはドルで測ろうが、円で測ろうが、何で測ろうが、別に構わないわけですから、これはまあ、等しくなるように価格の標準を定めるというふうに、読んでいただければいいと思いますが、価格標準を、総価値イコール総価格になると。世の中全体の生産物の総生産価格、生産価格で測った総額が、世の中全体の総生産物の10日労働価値で測った総額に等しくなるように決めましょうと。いうふうにしたらですね、そうすると、総利潤と、総利潤と、総剰余価値、総剰余価値というのは要するに、労働者から搾取した、分というですね、世の中全体の労働者から搾取した労働全体と、利潤全体が、等しくなるんですよと。いう、この二命題が成り立つと。いうことが、マルクスの、資本論の第三巻のところで、生産科学に、科学が転化した後、価値から科学に転化した後も、これが成り立つんですよ。いうことが、言われているわけです。で、これが成り立っているとすると、そうすると、それぞれの部門の、いろんな資本家の中を見るとですね、それぞれの、資本の下では、確かに価格というものは価値に比例してない。だから、利潤というものは、そこが労働者が生み出した剰余価値と、必ずしもイコールじゃない。いうふうになったとしても、世の中全体で見たら、世の中全体の労働者が生み出した、剰余価値ですね。搾取して生み出した労働価値、総剰余価値、それ全体が、結局、資本家全体に、資本に比例するように分配されているというのが利潤なんですよと。これが成り立つんですよと。そういう話ですね。ということで、このマルクスの基本定理は成り立つんですということになるわけです。ところが、総計一二命題は、後年、これ成り立ちませんという、否定されるわけです。生産科学、均等利潤率が成り立つような科学でもって、総価値イコール総価学が成り立つように、これがイコールに成り立つように科学を決めるとですね、実はこの2番目のやつは成り立ちませんと。逆にこっちが成り立つようにするとこっちは成り立ちませんと。いうことで、この総計一二命題は両立しませんということが、数学的に厳密に証明されるという、そういう事態になります。これが否定されたもんだから、取りようによっては、マルクスが言ったこの、利潤の源泉は労働の搾取にあるという、この考え方というのは成り立たないんですよと。間違ってたんですよという、そういう解釈っていうかね、批判というのが、広がるということになったわけですね。ところが、そこで、オキシオが戦後ですね、1955年、オキシオが現れるということになるわけです。オキシオのマルクスの基本定理というのは、どういう、論証をしているかというと、このマルクスがやったことを数学的に、厳密に論証したわけなんですが、その時、実は、その10日労働価値に比例した価格を前提していないんです。だから、利潤が正であるような、あらゆる価格のもとで、この利潤の存在と労働の搾取が、同値であると。利潤が存在するならば、労働が搾取されているんですよと。
ということを論証したということです。これはだから、あらゆる搾取、あらゆる価格のもとでということですから、等価労働価値に比例する価格である必要もないし、均等利潤率が成り立つ生産価格である必要もないわけです。ともかく利潤が存在するような価格であれば何でもいいと。その価格のもとで利潤が存在しているならば必ず労働が搾取されているということが証明されたということで、別にこの総計1、2命題が成り立たなくても大丈夫なんですということですね。そんなこととは関係なく、このマルクスの基本定理というのは成り立つんですよと、そういうことを証明したと、いうことで、まあ、マルクスが言っていたことが正しいねということなんですね。まあ、これが、オキシオノボーという人物のやった一番、大きい功績であると、私は思っているわけです。